ダダティクロージングチャンネル第2弾というか、まあ2個目でしたね。ビューフォート、バブアです。これ自体も3クラウンなんで、1987年から90年代後半の形になります。で、その1個前のやつに比べると、まあちょっとこう破けとかも多々あるんで、この辺商品説明させていただきます。まずジップはすごい良好です。バッチリ下から上までいけてます。まあ、若干ここに破けがあるのと、でここパチパチ全部、まあ、これがちょっと破けかな。チンストラップもちゃんと生きてます。でまず右の手の下、この辺ちょっとこう破けで、ここ、狩猟用の中に入れたりする。これは中綺麗です。で、ここもジップ綺麗に上がります。で、こう気持ち破けてるかな。で、まあこう手直しとかするとまたちょっと値段上げなきゃなっていうのもあるんで、このまま皆さんの経年変化を楽しんでもらうっていう感じでお願いしてます。で、ここやっぱこう裾のあたりとかはちょっと破けは見られます。で、こっちも若干かな。この辺リペアしてあったりもしてます。で、こう裾はやっぱこう年代的にこうだいぶ時間も経ってるんで、やむを得ない傷等があります。で、こう右手の下もちょっと破けありますね。でもこれはこれでね、こうチャールズ皇太子みたくいろいろリペアして着ると、これはこれでマジでかっこいいと思います。で、背中は、まあ、ちょっとここも1個穴ありますね。じゃちょっと背面はわりかし綺麗ですね。破けもここもちょっと1箇所あるかな。でもこれぐらいだったらな、僕はすっごい好きですけどね。で、あとこう着がいきますね。かっこいいな。で、着もバッチリなんで、で、これのボタン、これはね、またなんかこう使い勝手がいいんですよ。ハンドウォーマーベルト、あ、これももちろんここもあるんですけど、このね、中生地がちょっとあったかいんですよ、これ。この素材がね、またこう、バブラーの商品の、こういろんなところに、かゆいところに手が届く一つの要因かなと思います。で、これ、さっき見せたように、3クラウンで、年代判別、これ見ると、ここの左側の上の数字なんですけど、見えないと思うんですけど、まあ、僕にはこう見えるギリギリで、89年製で36と、91のサイズです。で、これがバブアの得意のチェック。まあ、これも結構ヴィンテージなんで、この年代からすると、まあね、この中とか、ここ、ちょっと破けがあったり、あと、この辺かな。まあ、中から見えないんですけど、この辺。まあ、使ってた方の、こう、長く愛用していた、この気持ちが、まだ入ってますね。ここ、破けがちょっと若干あります。で、まあ、これ自体はね、もう89年のものなんで、やっぱりどうしたって、こう、痛みはあります。でも本当にこう昔に比べたら球数も減ってきて、もうなんか、状態のいいものは本当5万、6万、下手したらね、ソルウェイジッパーとかなんかね、もういくらでもしちゃうんで、で、こう着ると、やっぱな、かっこいいな、まとまるんだよな。だからこの肘とか、この裾の部分をちょっとリペアしてもらって、こう自分色に、ゆっくり育てたい人とかは、もちろん値段も気持ちやすくしたいんで、で、これはちょっとサイズちっちゃめなんで、どうですか、これ、かっこよくないですか？大好きですね。いいですね。ぜひ皆さんも、一生ものの出会い、
物に出会えてよかったと思ってもらえる、こう、商品を皆さんに提供できたらなと思ってやっております。ぜひご検討ください。ありがとうございます。